こんにちは、あなたのハイジーです。というわけで、私普段からねよくサッカーをやっているんですけども、そのサッカーのチームメイトの方からね、おいハイジーさんと、あなた普段からちょいちょい YouTube で食べ歩き動画を出しているようですが、府中にあるカレーダイニングチャイさんというお店ご存知ですかと。そこにある肉肉肉カレーというメニューがもう一面肉びっしりの超絶メニューで、絶対あなた完食できませんよ、悔しかったら食べに行けばいいんじゃないですかって挑発されたので、悔しくて食べに来ちゃいましたのコーナーでございます。というわけで、本日やってまいりましたのは、府中駅からも府中市役所からもすぐ近くの場所にあります、こちらカレーダイニングチャイさんでございます。どうやらこちらが看板のようなのですが、早速焼きチーズハンバーグカレーとか、もう美味しそうだし、わんぱく三昧ですよね。で、ほうれん草チーズオムカレーもありますし、これもやばいね、鶏カレー。果たしてカレーなのこれ。タイルが敷き詰められてるかのごとく鶏ですね。で、スタミナ焼きカレーもなんなら一番悪魔かもしんないっていうメニューの上に、肉カレー、自家製チャーシュー、ちょっと写真の時点で自家製チャーシューびっしりなんですけども、このチャーシューエッグカレーなのかな、これも胃袋によだれ垂らさすような写真ですけども、スタミナ焼きとかで、鶏カレー再びといった感じですね。2階に上がってきまして、なんかこのさ、奥まったところにあるお店っていうのもいいよね。自分だけが知ってるすごい店感あるし、大村コンさんの看板まで、レトロ好きの心もくすぐるお店なの。ちょっと要素盛りだくさんじゃない、このブリキのやつとか。たまらないぜ、入っていきましょう。さあ、というわけで無事入店することに成功しまして、なんと着席することにも成功しましたけれども、お店が今ね満席です。午後1時半なんですけれども、やはりねちょっとピークタイムも下げたかなと思いきや、全然避けられてなかった。なんとかカウンター席に座らせていただけまして、このペコちゃんがこの上にね仁王立ちしている姿を見ながら店内の雰囲気を味わっております。やはりカレーのスパイスの香ばしい香りがムンムンに漂っておりまして、ここにいるだけでかなりでも食欲かきたてられております。注文は肉カレーの大盛りっていうのを注文したいんですけど、ごめんなさい、せっかくおすすめ、あ、レギュラーメニューですいません。そしてなんとチャイさんのこのサービスチケットがありまして、見てください、次の中から一つ無料券で、大盛り、自家製鶏ハム、温泉卵、らっきょうチーズ、辛肉爆弾、コーン、ほうれん草、アイスクリーム、ヨーグルト、こちらが何かサービスになるんですけども、鶏もいいと思う、鶏とってるというか鶏を追加、鶏を追加、じゃあさらに肉盛りで、さらに肉増し、いわゆる鶏ハム追加でいきたいと思います。いただきます。はい、まずサラダから登場なんですけれども、ショートパスタもあるし、わんぱく感漂い始めております。いただきます。肉カレーが来るまでにこれを食べきるという自分の中のミッションを課してね、多分さ、お皿もでかそうじゃん。で、カウンター席に関しましてはね、結構このスペースないので、これを食べきっとかないと置く場所なくなりそうですから。余裕でいけました。あとは待つのみ。お、
ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。おいしそう。いただきます。おいしそうですね。すごいもりもり。いただきます。ボリューム、もう早速出ました。ボリューム、こんなもうこの角度でもお肉びっしりなの伝わりますよね。さあ登場しました、肉肉肉カレーに肉増しなので、多分この3枚が肉ですね。鶏の方ですね。だから肉肉肉肉カレー、さらに肉カレーという形になりましたけれども、びっしりの肉畳です。でカレーが鳴りを潜めるほどのビジュアル、これはさすがに大好き大好きです。ではまずはこれもうチャーシュー的なお肉なんだね。もう結構うまそう。めちゃめちゃ映える。うま欧風カレー、欧風の王を王様の王にしてもいいよねっていうくらいの欧風カレーで、そこまで辛くない、だから結構皆さん食べやすいカレーかなっていう感じがします。で程よい、まあサラサラ感とコテコテ感こってり感の中間くらいの程よいバランス感の舌触りのカレーソースルーっていうので、上のこの香草的な香草が爽やかな調べを調べさせてくれております。一言で言うとうまい。重厚感の非常にある味わいのカレーで、ただね、おそらくなんですけども、チャーシュー自体には味はそこまでついてなくて、カレー味で楽しむチャーシューということだと思うんですけれども、このチャーシューのしっとり柔らかい食感たまらないですけども、ここにカレーちょっとペロンって塗るとさらに舌が喜びます。ちょっと待って、これ寿司じゃない？え、マジカレー屋さんなの？ちょっと嘘でしょ。寿司を食う、寿司食った瞬間にあちこちにモザイクが必要な場所ができてしまって、かなりちょっとキョロキョロと焦りましたけども、寿司もうまいよね。あと鶏行こうか、鶏のこれこれこれ、カレーソースに対しての肉の分量がちょっとおかしなことになっちゃってますから、結構カレーマネージメントしていく必要があるかもしれませんけれども、鶏ハム、これ鶏ハムだ、鶏ハムの、あ、踊る、鶏ハムの食感がしっとり柔らかく、それでいて弾力があって踊る、うまい。あ、鶏、これは鶏チャーシューじゃなくて鶏ハムだ。そんなわけで序盤に注文する際に鶏ハム追加でいきたいと思います。鶏ハムであることをしっかり確認してからオーダーしているのに、鶏ハムだこれとびっくりしながら食べているお茶目なハイジーでございますが、今回のこの肉肉カレー本当に肉三昧で、カレー自体もこだわりの詰まった激うまカレーでございまして、このお店を知れてよかった、ありがとうチームメイト。ちなみに今回対応してくださいました店員さんが、僕がこの撮影している様子を生配信してるのかと思っていたらしくてすごくお茶目な店員さんでございまして、お会計の時にこれどこから見れるの、今見ようとしても見れないんだけどみたいなことを聞かれました。ごちそうさまでした。ライブ配信じゃないですか？ライブ配信はしないです、さすがにここでいきなり他のお客さんいるのにライブ配信なんかで絶対できない、はい、というわけでカレーダイニングチャイさんにて食べてまいりましたが、もう本当に肉肉肉
肉3つじゃ足んないくらいの肉肉肉肉肉肉カレーでございました。というかカレーの存在を脅かさんばかりの肉がライスの上に乗って、カレーもいるかなが正式名称かと思われますけれども、あのどう考えてもまったりした時間が流れるであろう空間に登場する異世界というか、なんか異質な存在というのがもうたまらないエンタメ感もありまして、まあ美味しいですし、めちゃくちゃおすすめのお店でございます。他のメニューもね本当に魅力的でしたので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、ヨルマンさんからのコメントで、ライスマネジメントは人生みたいなものですよね。何言ってんの、何をちょっと深そうなこと言ってんのか分かりませんけれども、ライスマネジメントは人生みたいなものなの、そうなの、なんかさ言われてみたら、あでも確かにそう通ずるものがあるのかっていう気はしてきちゃうんだよね。こういうの言われると、何でも人生みたいなもんと言われるとなんか納得しちゃいそうな自分がいるんですけども、これの場合は何、じゃあライスは時間なのかな、人生の時間がライスで、おかずが人生のイベントごとなのかな、でイベントごとをとにかく早く食べ終わっちゃって、ライスをめちゃくちゃ残してゆったりと余生を過ごすみたいなのって、なんかファイヤーみたいな状態、もしかしてね、もう40代50代で全部の仕事もうやりきりましたと、お金も貯金も貯まりました、あとはもうゆったりみたいな、ちょっと憧れの人生的なことにつながってくるような気もするんですけども、もしも飲食店でね唐揚げとライスのセット、唐揚げ定食とか注文して、先にさすごいデカ盛りの唐揚げバン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 食べて、残りのライスの山をものすごい時間かけてゆっくり食べてる人がいたら、ちょっと見てらんなくない。ハロースケスケさんからのコメントで、カッパの甲羅に顔を埋めて泣いてそう、なんなのこれ、なんだ、どういう状況なの、カッパの甲羅に顔を埋めて泣いてそう、全く理解できない。これ先日のさ佐久間さんとのトークライブのアゴイオン会っていうねライブがありました。そこでお客様の皆様に自分のストレス発散方法を教えてくださいっていうのをね、アンケートで取ったんですよ。でその時に取ったアンケートをライブ中に読んでみるっていうのをやってみたんですけれども、お客様の中に猫睡しますっていう方がいらっしゃいまして、猫睡って何そもそもっていう、僕も佐久間さんも初めて聞く単語で、何猫睡ってって話になったんですけども、どうやらお客様に聞きましたら、猫のお腹に顔をうずめて息を思いっきりって吸い込むっていう、この喘息持ちからしたら考えられない行為をストレス発散行為としてされてる方がいらっしゃって、っていうかもうね他のお客様も結構知ってる方がいっぱいいて、私もやってますみたいな感じで結構メジャーな行いだったんですよね。でじゃあ犬吸いはいいのかなみたいなことをね話したら、犬吸いももちろんありますよみたいな感じで、犬吸いもあんの、まあさすがにラッコ吸いはでもないよね、ラッコのお腹に顔をうずめて息吸ったらもう上からね貝殻ガンってぶつけられるだけですからね、もう頭かち割られますから、それはやっちゃいけないと思うんですけれども、まあなんかね動物のお腹に顔をうずめて吸うっていうのがねすごいなんかストレス発散になるらしいんですよ。でそんな中でのカッパの甲羅はマジでわかんない、硬くてヌメヌメしてんじゃん絶対に。犬とか猫だったらさモフモフだからいいんですけども、カッパの甲羅に口をピタッて押し当てた時に吸ってもなんかもう窒息しない、なんか何も来ないよ、なんか吸っていう空気の逃げ道ないから、で息が詰まってなんか唇がヌルヌルしたなだけだよ。ねスーパーリップになっちゃうから、唇がピカピカのね木村拓哉さんになっちゃうからなんないけど。オークンさんからのコメントで、先日のミッションインポッシブルでコメント返しでハイジーの米も紹介されていましたね、ただ一応芸人と自称しているのにミッチョンさんから真面目なコメントって言われるのはどうなのかと思いますよ。これを皆様に本当に指摘されるのが一番恥ずかしい。先日のねミッチョンさんの動画、ミッチョンインポッシブルさんの中でコメント返しのコーナーが行われたんですよね。でその時に私のコメントも読んでいただけて嬉しいですよね。で普段ねこのチャンネルでよく見るコメンテーターの方々もいっぱい読まれてて、なんかすごくこっちもさ
嬉しいし、みんな面白いな。でみっちょんさんとかみっちょさんのスタッフさんとかを楽しませる、その場の空気を和ますようなコメントをみんなね送ってらっしゃって、なんかすごく嬉しいとね、いいもの見れたな、なんかニヤニヤしてたらみっちょんさんが、ただなんかこのハイジーさんのコメントだけ真面目だよねつ言われたよ。恥ずかしいよ。いやそでもさ、そりゃそうじゃない、みっちょんさんと僕のそもそものいきさつ考えたら、こっちがね結構失礼な感じに取られちゃうようなことをしちゃって、それをみっちょんさんが寛大に受け止めてくれた上に、あの大好きとかをさ、そのシーンとかを撮影してこっちに提供してくださったりとかさ、すごいさ頭が上がらないもう関係性なのよ現在進行形で。ありがとうございますっていう中で僕まで変なコメントしだしてどうすんの、みっちょんさんのチャンネルに。なんかみっちょんさんってキッチンのなんかお皿入れる棚に大量のバスケットシューズ入れてそうですねとかさ、そんなことさ書いてたらさ失礼極まりないじゃんな。でこいつなんか私が寛大に接してあげてたらどんどん調子に乗ってくんだってなっちゃう。それが嫌だから僕はあのそう言われても真面目なコメントで突き通すしかないの。だから今後またねみっちょんさんになんかハイスさんのコメントだけ真面目だなって言われたとしても、そこはもういじってこないで。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン、M4 さんからのコメントで、あれハイジーさんのことをこの動画で見たやつだっけと思った時は変コメを見ないと思い出せません。怖い怖いじゃないの、こっちが聞きたいよ。なんであの内容、本編の内容でわかるじゃん、あこれもう見たやつだとね、あまだ見てないやつだってもう再生してみたらわかるよ。なんであのそこまで見てもあれこれどっちだったっけなって言って、でちょっとコメント欄見て、ああまだ見てないかとか、なんでわかんのそれで、なんで本編よりも僕じゃない方々が書いたコメントの方が印象的になっちゃってんの。